今回訪れる出羽島は徳島県海部郡牟岐町の沖合約 3km に位置する有人島で、面積 0.65km平方メートル、周囲 3.1km、 人口約70人の小さな島です。古くから漁業で栄え、遠洋漁業の基地として有名でした。近世から昭和にかけて形成された伝統的な漁村集落の佇まいを残し、島全体が重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。出羽島へは牟岐町の牟岐港から出ている連絡船で行くことができます。徳島市内から牟岐港まで鉄道で行く場合は JR 徳島駅から牟岐線に乗り約2時間、車で行く場合は国道55号を南下し、徳島市からは約8分ほどで行くことができます。連絡船は1日6往復しており、所要時間は約15分です。運賃は片道大人220円、子供は110円で、乗船後に直接乗員に支払います。生活に欠かせない猫車がありました。出羽島には車が1台もなく、猫車や自転車が主な移動手段になっています。まずは最初の目的地、鳩の家に向かいます。鳩の家は古民家を改修した島の交流施設で、島に残る建築様式の店作りを残した伝統的家屋となっています。基本的に土日に開いており、藍染めののれんが目印です。店作りとは四国南東部のみに見られる建築様式で、玄関横の戸に取り付けられており、雨戸を上下に分割したような形をしています。上半分は上見野と呼ばれており、ひさしのように使います。下半分は下見野と呼ばれており、倒すと縁側として使え、漁具の手入れをしたり、ご近所さんとの団らんの場にもなります。
福島にこんな綺麗な海があったとは。それでは島内を散策していきます。とアナン海岸国定公園は徳島県南部から高知県室戸岬までの一帯を占める国定公園で、1964年に制定され、内陸の指定地が存在しない純粋な海岸公園となっています。付近一帯は海岸段丘と亜熱帯性樹林が特徴的となっていて、亜熱帯性植物群落や暖地性植物群落が存在し、貴重な植生が見られます。黒潮の影響や付近に市街地や工場が少ないため、水質が非常に良く、波も高いため有数のサーフスポットとなっています。こんにちは、お邪魔します。すごい、おしゃれ。後半へ続く。